こんにちは首都圏模試センターの北と申します、えー、今日は、えー、11月23日の適性検査型模試の受験生と保護者に向けてですね、えー、来年2021年入試ではどういうことが、あのー、動きが全体にあるのかということについてご紹介をさせていただきたいと思います。えー、公立中高一貫校のお動きも含めてですね、 えー、私立中学校の入試の方でもこうどんな動きがあるのかということについてあのご紹介をしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。で来年入試は、えー、非常に、まあ、あの心配なことでもあるんですけれども、まあ、ウィズコロナの下で、えー、どうしても行われることになるのでそういった影響も動きの中で出てきています。で一つ受験生の数なんですけれども 公立中高一貫校を受けるお子さんたちを除いて、私立国立中学校の受験者数ですね。これがあの今まで6年連続で増えてきて、今年夏に無事にオリンピックが行われれば、オリンピック景気も含めてですね、7年続きで増加するんじゃないかというふうに私たちは予想していました。ただ、 えー、今回のコロナの影響で経済的な、まあ、あの打撃というのもありますのでちょっと逆にこの受験生が減少に向かうんじゃないかという心配もありましたがどうやらこの秋口までのですね、えー、私たち首都圏模試も含めて中学受験の、えー、4模試と言われているそれぞれの模試会社の受験生も まあほとんど減ってない、月によっては増えているという状況がありましたので、まあ、来年に関しては、むしろ受験生は増えるんじゃないか、これまであの受験の準備をしてきて、ですね、えー、途中でまああの受験をやめるということは、多くなさそうなんですね。で、公立中高一貫校の方も、茨城県でえ中学募集を開始する学校が増えたり、東京都の 併設型の、えー、公立中高一貫校が、えー、高校募集を廃止して、まあ、徐々に中学完全中高一貫校になりつつあるという状況も受けてです、ね、全体としては受験者の数が増えるだろうと思います。でもう一つ、えー、この現在も続くコロナ禍なんですけれども、えー、このコロナがです、ねえー、皮肉なことではあるんですけれども日本の教育と、えー、入試の 変化を加速させたとか、あるいは後押ししたという側面が、えー、あるんじゃないかというふうに私たちは見ています。そうした中で、えー、来年入試でどんなことが起きるか、えー、ということなんですが、例えば、えー、私立中のまあ最難関といわれる改正とか麻布応援という学校も、例年合格発表現場がすごくあの多くのまあ受験生、実関係者、あるいはマスコミの方が訪れて、まあ、密になる。 ということでですねその対策のためにウェブの合格発表を取り入れるという措置に踏み切っていますまたあの私立中の入試では非常に大規模な入試がありまして埼玉の境東は例年6000人ぐらいの受験生が来ます千葉県の市川中学校が行っている幕張メッセにも やはり2800人前後の受験者が来る、そういう大規模な入試がどうなるかということなんですが、これはあのそれぞれの学校が、ね、相当あの慎重に安全対策をして、今、無事にできるようにあの、準備を整えてくださっているときだと思います。それから、えー、そういった学校に限らず、ですね入試のときに、例えば公共の交通機関を使いたくないという、えー、保護者、受験生のために、 えー、外部の駐車場を用意したりとか、あるいはグラウンドを駐車場に開放したり、または、あのえー、いっぺんに受験生があの来なくてもいいようにです、ね、時差を設けて学校に来てもらう、そういった対応をする学,、えー、学校も出てきています。こちらは先ほど触れた改正中の今年の入試風景ですね。 こちらが、えー、やはり先ほどご紹介した栄東中学校の A 日程の入試です。この入試に、まあ、例年6000人ぐらいの受験生が訪れるただ、今年は、えー、それがこう分散するようにということで第1回の入試を1月10日とそれから12日に分けて選択できるようにということで、えー、してくれています <laughs> 市川中学校の幕張メッセ入試の様子ですね。 幕張メッセは天井が非常に高くて空調も非常に整っているということで、えー、さらに会場を借り増ししたり、まあ、座席はもっと間隔を広げることになると思うんですがそういった安全対策をしてくれていると聞いています。で、えー、これはあの私立中学校に限らずなんですけれどもあの入試を、まあ、どんなことが、えー、入試シーズンにあってもですね 必ずまあ安心して受けられるようにしますよということを言ってくれている私立中学校が多くあります。公立中高、一貫校の場合にはまああの適正検査日があの1回ということがほとんどになりますけれどもその日の状況がちょっと心配はされますけれどもいろいろと安全対策を工夫してくれるだろうと思います。でそうした中で 来年の入試状況、あるいは志望動向がどんなふうに変化しているかということなんですが、例えば、あの1月中の、えー、茨城とか、えー、埼玉、千葉の入試というのは、えー、2月から始まる入試の力試しも含めて、ですね東京や神奈川から受けに来るお子さんたちも多かったんですが、来年はちょっとそういう人数があの減る可能性があるというふうに予想されています。 または今あの、午前、午後お、それぞれの入試をこう受けることがもうかなり一般的になってきていますけれども、その午前から午後の移動とか、あるいは午後入試も大勢の受験生が訪れる、そこをちょっと避けるために、午後入試の受験生も学校によっては少し減るかもしれないと言われています。それと全体としてです、ね、2011年の東日本大震災の後と同じように、 あまり遠くくの学校に通わせたくない、えー、なるべくだったらあの近い学校通学にもそんなに時間を要さない学校に通わせたいという思考も保護者の間では少し増えてくるかなというふうに思います。でまあ、これはあの入試ではなくて、えー、私たちの模試の時だったんですけれども、えー、9月半ばに行った、えー、模試ですね 会場に予定していた学校のうち2校で、えー、もしの4日前と3日前に学内の関係者で、まああのー、コロナ感染の疑いがあるという方が出たということで PCR 検査を受けてで翌日、えー、結果が出るということで、えー、そのうちのです、ね、1校は陰性だったんですけれども1校が、まあ、陽性ということでその日から学校があの休校になりまして 当然、その模試の日もですね会場として使うことができないということがありました、こういったことがちょっと心配されますが、ただ多くの私立中学校では、ですね大学とか小学校がある学校は、万が一の時にはそちらの校舎を使うとか、あるいは外部の施設を借りるということもあの考えて、こういった対策をしてくれています。 でその中で、来年入試で,です、ね、人気とか難易度が上昇すると予想される学校もいくつか出てきています。ちょっと目立っているところでご紹介したいと思いますが、来年、共、えー、学化をして、えー、中学校の募集を数年取りやめていたんですけれども、再開して、えー、今、人気が高い広尾学園と、えー、実地的なまあ姉妹校、 えになる広川県小石川中ですねこれはあの今の時点でも非常に高い人気になることが予想されていますそれから、えー、高校が4年前に教学化をしている芝浦高大附属中学校が来年中学も教学化しますで板橋にあったキャンパスから豊洲に移転して新しいキャンパス新しい校舎で あの年々まあ人気を高めている学校なんですが、えー、そういった学校もやはり、えー、難易度志願者数、えー、上昇することは間違いないかなと思います千葉県では成、えー、徳大学附属女子室が女子校から共、えー、学化して校営ベリタスという名前にまあ校名変更をしますこちらは芝、えー、浦工大附属中の今年の2月1日の入試受けですね で公立の一貫校では、えー、川口市に一律高等学校付属中学校というのが開校して、こちらも非常にあの高い人気が予想されますね、えー。中学入試に、それから先ほどの芝浦高大ではですね、えー、おそらくあの、まあ、珍しいと思うんですけれども、懲戒リスニング問題、聞いて解く問題というのを、 国産産理ののの教科科ううちの国国目で出題すするといいううになっています国語のリスニング問題というのは以前も東京の女子校であったんですけれども算数のリスニング問題というのはおそらく中学入試では初めてかなというふうに思いますそれと愛知県にある学校なんですけど海洋中等教育学校という全寮制の男子校ですね こちらでは、えー、さらにですね動画とか、えー、そういうものも含めて、えー、視聴型問題、視聴型入試というのを行うというふうに公表しています。これも一つ、まあ、今の中学入試の変化を、えー、反映した動きかなというふうに思います。<laughs> こちらは川口高高等学校校校校ののの今ある舎舎ですね高校の方の校舎 一立高校3校を統合してできた非常に素晴らしい校舎ですさらに中学校の施設を今建設しているということです他にも新しい構成の導入する学校がいくつかこう出てきています世田谷学園という男子の進学校は新たに理数コースというのを作って理数コース本科の2コースに分かれていきます 埼玉県の海地中高一貫部は、これまでも先端コースというのがあったんですが、そちらを4コースに細分化して、えー、IT とかだ、メディカルとか、グローバル、そういったあのよりまあ特化した学びを行うコースを設けていきます。生学院という学校は高校の方ですけれども、来年からグローバルイノベーションクラスというクラスを新設して、かなり 先進的な学びを行っていいくととうことです女子校ですが世田谷にある昭和女子大附属昭和中学校はですねこの23年やっぱり人気が上がってるんですけれども中学3年から導入していたスーパーサイエンスコースというコースを来年からは中学1年から導入するということで募集をします。 これまでどちらかというと、グローバル教育のほうにシフトしていた学校なんですけれども、さらに理系教育のほうにも力を入れていくということですね。そして、文京学院大学女子、やはり女子校ですけれども、インターナショナルスクールと教育提携をして、来年9月からは、駒込キャンパスにそのインターナショナルスクールを誘致して、連携したプログラムを開始していくと。 いうことですこういう新しい動きがどんどん出てきていますね。で、実は中学入試ではですね、あのようオンライン入試ということが今年話題になりました。公立の一貫校の方では、えー、特にそういう話題はありませんでしたけれども、えー、私立の方でですね、 えーまあ、コロナ対応ということも含めてまず帰国生入試をオンライン入試で行うあるいは行った学校というのがもう続々と出てきましたでこれはあのー、海外にいて移動が今不自由だとか制限されているというご家庭の受験生には非常に好評でしたで、えー、帰国生に限らずですね一般の入試でもオンラインでやるよという学校が、えー いくつか登場してきたんですけれども実は東京都内でそれを公表していた4つの学校があったんですが、えー、その後にですね9月の初旬に東京都の私立中高協会から一般入試はオンラインでやるのは自粛しようという申し合わせが出て、えー、この4校も一旦はそのオンライン入試を取り下げました。ただあの万が一の時の時 ためとそれから今後の入試の変化ということを含めて、えー、オンライン入試の可能性を探るために、学校に来てもらって、タブレットで実施をするとか、あるいは外部の会場に来てもらって、そこでオンラインで入試をやるとか、そういうまあ工夫をするということを公表しています。千葉県では今、特にあのオンラインでの一般入試自粛ということは言われていないので、 えー、昭和学院という学校はもうあのそれを、えー、来年新設の算数1科目入試で、えー、オンラインでも受けられるということを公表しています。もう入試要項にもこんなやり方でやりますよというイメージ図が提供されています。えー、各学校、<laughs> これは公立中高一貫校も含めてだと思いますけれども、まあいろいろなコロナ感染対策をして、まあ受験生 まああのそれ以前在校生ですね安全対策をしてくれています <laughs> はい、えー、少しお話が中,中断して失礼いたしました、えー、中学入試でも出題範囲を、えー、少し縮小すると、えー、いうことを公表している学校が出てきています、えー、これ以外にも早稲田実業という学校は、えー、漢字の書き取りについては小学校5年生までの範囲にすると いいうことを最近公表していますそれから今年度いっぱいの学校説明会とか見学会そういう機会を今年に関してはまあ一旦中止をするとそういう学校も出てきていますねでただ一方ではその代わりに行うオンラインの説明会相談会というのが非常にあの詳しいところまで紹介をしてくれたりあの相互のやり取りによってかなりこう 先生方にいろんなことをあの相談できたり、そういう機会が生まれてきていますので、あの私立中との併願を考えている受験生はぜひそういう、えー、機会を利用していただきたいと思います。サーモグラフの設置も非常に進みましたですね。私、え、立、ー、<laughs> 中だけを見ると、多分5月末ぐらいの段階では、えー、6月ま登校再開をするときに、おそらく3、4、10。 校ぐらいが導入をしていたと思うんですが、その後まあ、補助金の関係なんかもあってですね、おそらくもう150校以上の学校がサーモグルフを設置してくれていると思います。で、今でも分散登校、えー、先生方がフェイスシールドをつけての授業等もあのー、継続しています。<laughs> でもう一つですね、3月から5月の学校に行けなかった期間の,そのオンライン授業をはじめとした各種のオンライン対応で、講師間格差が広がったということが、今年の大きな動きでもあります。で、公立中高一貫校の場合には、多くがですね、ICT 活用の,その教育のモデル校にもなっていたり、そういうことをかなり力を入れたりする学校がほとんどですので、 公立中高一貫校の対応は私立と変わらなかったと思うんですけれども、やはり一般の公立中学校、これはあの本当に自治体によって ICT 活用を進めているところ以外は、ですねなかなかすぐには対応できなかったということがあると思いますので、まあ、公立中高一貫校を希望している皆さんも、まあ、もう一つ、私立中学校を併願する際にですね、 一般の高知中学校とのそのオンライン対応の差というところには、ちょっとこう注目をしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。そのほか学校によっては、大学の学生に ICT 環境整備のための補助金を出した大学がかなりありましたけれども、中高にもそういう補助金を交付した学校というのもありました。 それからこれは神奈川県の県立中高一貫校がこれまで例年、受験生に課していたグループ活動というのを来年に限っては実施しないということになりましたのでただ、これはおそらくあのコロナがアフターになった時には再開されるんじゃないかなというふうに思います。これれは私たたちがが行ったアンケートでですけれども市中学校の場合にに月末までに95以上が オンライン授業を行っていたという結果が出ています公立中高1日後もほとんどが早かったですよねで、こういったま学校に行けない休校期間に、えー、オンライン対応してくれたということでですねもちろん学習の遅れということも、えー、心配された部分を補ってくれたと思いますし ただ、それ以上に保護者が感じたのは、学校とのつながりを感じられたことが非常にありがたかったという多くの感想をいただいています。学校とのつながり、先生とのつながり、クラスの仲間や、あるいは部活の先輩、後輩、仲間とのつながりを、この3ヶ月間もオンラインを通して感じることができた、それが非常に大きかったということですね。気持ちの面でも、やはりあの安心感とか、 えー、孤独を感じないで、えー、お家でも学びを止めないことができたんじゃないかなと思いますでこうしたことであの今回のコロナ禍によってですねオンラインでできることということの、まあ、効果とか有効性も再認識されましたただやはりオンラインではできないこともある、えー、それもまたあのはっきりと認識されたと思います でそれによって、えー、6月以降、ほとんどの学校では登校が再開されましたけれど,けれども、その無事に登校できるからこそ、えー、有効な、えー、学びの手法とか、えー、あるいは効果とか価値ということを、ですねあの多くの学校が、あのー、またもう一度こう見直して、それを生かしていこうというふうになってきていると思います。えー、そうししててリアル実際に登校しての 学校教育、それからオンラインでの教育、その両方の良さを生かしたハイブリッドな教育がおそらくこの先多くの私立中では行われていくと思いますし、公立中高一貫校でもそういったことが検討されていると思います。その他にもいろんな動きがあの起きています。結構かなりの人気校である吉祥女子が入試回数を減らしたり。 やはり人気校である本郷とか豊島川岡という学校がこの先高校募集を停止したり海外の学校,校と日本の高校の両方の卒業資格が取れるダブルディプロマというプログラムを導入する学校も増えていますで、これはあの多くのまあ公立一貫校志願者の方にも関係したことですけれども公立中高一貫校 <laughs> イコール適正検査ですねその市場が茨城、東京、それから埼玉の川口で <laughs> 拡大して、これ先にも増えていくということですね。それから国の教育研究機関である国立大学の付属中学校も適正検査にどんどんとこうシフトをしてきています。すでに東大付属とか学芸大付属国際、あるいは千葉大付属という学校では、 あの適正検査とか総合型の入試が行われていたんですけど来年からお茶の水女子大付属も、えー、適正検査を導入しますそれと、えー、系列の大学がない学校でも、えー、いろいろな大学と自由にこう教育提携教育連携をするという動きもどんどんこう始まってきています、えー、その他にももう入試日の変更とか午後入試の新設あるいは えー、入試科目全体でですね思考力、技術力を問う出題が増えているという動きもあります。これは先ほどの、えー、適正検査型市場の広がりとか、あるいはこの先の大学入試の変化ということともつながってくる動きです。ラウンドスクエアというのは、えー、IB= 国際バカロレア機構を作った、えー、クルトハンという 人がやはり組織をした、えー、国際的な私立高校のネットワークです。ここに正式加盟している学校は今ご覧いただいている4校ですけれども、これらの学校はこのコロナ禍でもですね、その海外の姉妹校とオンラインで生徒が自主的にかなり交流をしていたというお話を聞いています。そんな動きも出てきてるんですね。それから東京家政大学附属中学校では、えー、IB プログラム、 国際バカロレアの認可申請校とととなっているといるうことです巣鴨中学校は、えー、日本で初めてのこれウルサと通称を読むんですけれども、えー、ワールドリーディングスクールアソシエーションでしたかね世界の、えーまあ、トップ校というかイートン校とかハロー校などが加盟しているネットワークに、まあ、あの今年の7月に正式加盟して。 男子校の中ではあのグローバル教育かなりあの特化した先進校となる今後なっていくことが予想されます。で、えー、公立一貫校の受験生の皆さんも学校説明会とか学校見学の機会にちょっと苦労されたと思うんですが、まあ、私立中学校の方でもですね、えー、6月以降、まあ、学校見学できる機会を徐々に人数制限とか 安全対策をして設けてくれて、そこであの初めてこう学校の様子を見てですね、その学校は好きになったとか、あるいは先生方にいろんなお話を聞くこと、在校生にもお話を聞くことができて、その学校の良さが分かった、そういうケースが増えています。で、これはあの毎年ご覧いただいている図なんですけれども、左側の方がこれまで中学受験のま主流というかほとんどであって。 また4科目とか2科目の入試だとしたらこの5年間ぐらいをですね右側の右色の三角形にあるような新しい入試というのがどんどん増えてきていますで、そういう意味で中学入試は本当に5年以上前、えー、あるいは今の小学生の保護者が中学受験経験があるとしたらその時とはあのかなり変わってきてるということですね どういうふうに変わってきているかというと、今ご覧いただいているような、いろんなタイプの入試が増えてきているということです。で、こういったいろんなタイプの入試が増えると、じゃあどういうふうに対応していったらいいのか、どういう準備をしていったらいいのかということがよくまあ話題になるんですけれども、あの受験生と保護者の側からしたらですね、えー、自分の強み、得意な科目、 えー、それを評価してくれる、うちの子のいい部分を見てくれる、そういう入試があのどんどん増えてきているんだというふうにポジティブに捉えていただいていいと思います。えー、適正検査型入試はご覧いただいているように、この5年間、6年間でも非常にこう急速に増えてきていますよね。えー、今年2020年入試が149校でしたから、 首都圏の学校、およそ300校あるんですけれども、そのまあ半数が、もう何かしらこういう入試を実施しているということです。来年はもっと増えますね。これは実際のそういった新タイプ入試の風景です。えー、こちらは自己アピール入試と呼ばれる、プレゼンテーション型の入試ですね。えー、こちらも同じプレゼンテーション型の入試、同じ学校なんですけれども、 先ほどご覧いただいたリベラルアーツ入試というのはですね、何も特別な活動、特別な活躍ではなくても、えー、受験生がこれまで小学生時代に頑張ってきたこと、あるいは打ち込んできたこと、これからも頑張っていきたいこと、そういうことについて、その意欲とか姿勢とかをアピールしていく、そういう入試です。で今ご覧いただいている映画3つというのは、AAA ル A 入試というんですけれども、 そうした中にあの全国レベルとか世界レベルの活躍をしているあるいは目指すそういう受験生が混ざってきたことであのじゃあそういった受験生のための入試を設けてあげようとそんな動きも出てきていますね。こちらは同じ学校のアクティブラーニング型の入試です。授業ででももこういういいグルーープワークが行行わわれれれててそ入試る グループで話し合って意見を出し合ってより良いアイデアを形作っていって最後はグループでプレゼンテーションをするということですねこれもこれからの学びこれからの大学入試で求められる学びであったり社会で求められる力につながっていく入試ということになっていますでこの今ご覧いただいた法選理数インターという学校は公立一貫校を受ける受験生が非常に多く 閉館をする500人以上が毎年受ける学校ですけれども一方ではその日本一入試が多様な私立中ということを学校側もうたってそれによって多様なバックボーン多様な個性を持ったお子さんたちと出会う機会を増やしているとそういう考え方を持っていますこちらはやはり思考力入試を早くから取り入れていた下越有明という学校のアクティブラーニング型思考力入試 さらにこれは特待生制度の入試でもあります。<coughs> えっと、こちら最近注目されることが多くなった、声楽院の思考力ものづくり入試、レゴブロックを使って自分の考えを作品化するという入試なんですけれども、これはあのレゴの作品の上手下手が問われるわけではありません。えー、自分が考えたアアイディア あるいは意見をですね第2の脳と言われる自分の手を使ってレゴブロックで作品にする過程であの割と言葉の表現がまだ苦手だったりお癖だったりするケースが多い男の子でも自分の考えがまとまって大体この毎年150字の記述が3台あるんですけれどもその記述が <laughs> あのかなりですね う、えー、うまく書けるるようになると、えー、そういう入試で、えー、男の子の,その潜在的な力とか、えー、可能性をこう見出してくれるような入試になっています、えー、同じこの声楽院では、えー、M 型思考力入試という、まあ、算数の基礎力とかこうやって写真を見て、えー、考えを記述するそういった入試もやっています同時にこの2つの思考力入試を合わせた難関思考力入試というのも すで、えー、に行って3年間、えー、迎えています。山脇学園という女子校では、えー、今年探究サイエンス入試というのを行いました。えー、理科の実験を、まあ、考察、えー、それを、まああのー、記述をしていくという入試ですね。日大部山女子で行われている思考力型の入試です。和洋九段 女女子子中という校、まあ、では PBL 入試というのが行われていいます PBL という言葉はご存知でしょうか、えー、プロジェクトベースドラーニングとか、えー、プログレムベースドラーニングという言い方もされますけれどもいわゆる課題解決型の、えー、アクティブラーニングそれがそういう学びがです、ね、この学校ではもう全教科で行われています。 その学びを中学入試に下ろしてきた、それが PBL 入試、えー、ということですね。こ,のまあ、こういった入試も含めて、えー、先ほどご覧いただいたような新タイプ入試は、ですね、えー、入試のとき、受験が終わった後にですね受験生があの楽しかったと言って、えー、試験会場に出てくるケースが多いんですね。 やっぱりそれはちょっとペーパーテストとは違った新しいタイプの入試の一つのいい部分でもあるんじゃないかなと思います <laughs> 一方で英語入試というのもどんどん増えてきていますこちらももう首都圏の学校の半数に迫っていますね141校ですからさらに来年も何校か増えていきますで、まあ、今でも筆記試験 が主流でではあるんですね国語算数と英語を3教科を選択できるそういうケースが一番多いんですけど中にはペーパーテストではなくてこういう英語のインタビューを行う学校もありますで意外にそういう学校があのこの受験生に人気であったりということがあります教立女子という学校はこの数年間 えー、単独の英語入試では一番受験生が多いんですけれども、まあ、算数1科目を受けた後に、この英語のグループワークをする、これが非常にゲーム的で楽しそうだということで、でもかなり英会話が得意なお子さんたちが受けているということです。まあ、来年はコロナでちょっとこのグループワークの人数を少し減らして行うというふうに聞いています。でこ,こからはですね 公立一貫校志望者の方にも,もう直接関係してくることなんですけれども、えー、新しい大学入試が問われるのは思考力判断力表現力ともう英語力必須というふうに言われていましたで2020年来年1月の大学入学共通テストはちょっと当初言われていたような技術を増やすとかあるいは英語の民間検定を導入するというのは先送りになりましたけれども 2024年度の大学入試からは本格的に、えー、次の改革に乗り出すということが言われています。今の小学校6年生のお子さんたちが大学受験するのは2026年度になりますのでこの本格的な大学入試改革が行われておそらくそれがこうだいぶ軌道に乗ってきたときになりますのでぜひこれはもう直接自分たちの問題として、えー、意識していただくといいと思います。 それから中学入試での新タイプ入試の一つに、プログラミング入試と、それからプレゼンテーション入試というのが増えているということが挙げられています。プログラミングは、今年の4月から、小学校の新しい学習指導要領でも、あの、必修と、必須ということが言われています。教科としては入っていないですけれども、今、プログラミング教室なんかに通う お子さんたちも非常に増えていますので、これからはまあこ,うこういう入試が増えてくるというふうに思います。えこういう、えー、清和学院という神奈川県の女子校では、えー、ソニーが開発したクーブという、えー、プログラミング学習のためのロボットキットですね、それを使った、えー、授業が行われています。ももととはこのの学院の系列幼稚園で 行われていたこのクーブの授業プロググラミング授業ですよね英語で行うんですけれども、幼稚園の生徒でも英語でプログラミングを学ぶことができると、それだったら当然、中高生もできるだろうということで、授業に導入し、それを今年から新たに入試に下ろしてきたと、そういう入試ですね、ちょっと楽しみです。ここうういい新しい入試が広が広ることで えー、公立一貫校を目指してきたお子さんたちも含めて、ですね、えー、塾に通っての受験勉強だけではなくて、スポーツとか音楽とか芸術とか、あるいは英会話とかですね、そういう学び、習い事で頑張ってきたお子さんたちが、えー、そういう力を発揮して、えー、多くの私立中学校はそういう力を見てくれる、えー、そんなニュースが広がっているということになります。 プレゼンテーション型の入試も最初は少なかったんですけれども最近ではこうどんどん増えてきています。こういうユニークなプレゼンテーション型の入試も市立中学校では行われていますね。で、ここからはあのちょっと本当にこう意識をしていただきたいんですけれども。 今ご覧いただいている表はですね、2024年以降の本格的な改革が行われた先の入試で問われる新しい学力観ということで、これはかなり早くに文科省が公表している資料です。上の方に主体性、多様性、共同性とありますけれども、知識、技能に加えて、先ほどご覧いただいた思考力、判断力、表現力が問われます。さらに英語力も必須になり。 さらに主体性、多様性、共同性が、えー、試される。今までの大学入試とか、その他の入試では主体性とか多様性、共同性、ともに働く、えー、そういう力っていうのは問われる、まあ、入試はなかったですよね。でも、この先の各大学における個別選抜では、小論文、プレゼンテーション、集団討論、面接等々が、あので、を通してですね、 その主体性性性多様性共同性を見るとといいうことが言われていますで、あのさっきご覧いただいた入試の写真を思い出してほしいんですが、えー、今、中学入試で行われている、えー、新しいタイプの入試というのは、この、こ,こで書かれている小論文、プレゼンテーション、集団等のとぴったり一致してるんですね。ですから、むしろ大学入試を先取りしているというふうに捉えていただいてもいいのかもしれません。 で来年もユニークな新タイプ入試があのかなり登場しますけれども、その中でちょっとユニークなところを3つご紹介すると、藤村女子という吉祥寺にある女子校では日本初の謎解き入試というのが新設されます。えー、謎解きっていうとちょっとなんか遊びっぽい、えー、響きもありますけれども、実はもうすでにですね、えー、ご教科の謎解き検定というのが 行われていてその謎解き検定を実施している会社と、えー、藤村女子がコラボをしてですね、えー、そういった入試を作るということです神田女学園という学校は、えー、もともとトリリンガル教育を実践している学校なんですけれども多言語入試というのを新設します これまでも英語入試というのはありました、えー。ただそれだけではなくて、日本語、英語、中国語、韓国語から一つを一科目を選んで選択して受けられると、えー、かなり、まあ、あのグローバルな入試になってくると思います。えー、静岡成光学院という男子校では、えー、ビギリオン入試と読むんですが、えー、美術、技術、理科、音楽の、まあ、頭文字を取って、えー、今そういう いわゆる STEAM 教育ですよね。理系教育であったり、ものづくり教育を、まあ、力を入れている学校なんですが、男子校では初のプログラミング入試を来年導入します。同時に英語1科目入試も新設ということですね。で、あのまだそういう新しいタイプの入試をあのご存知、あまりご存知ない 保護者ももいらっししゃるかもしれませんけどちょうどですねつい最近、そういった新タイプ入試を紹介しているポータルサイトがオープンになりました。今ご覧いただいているこの新タイプ入試ガイドというウェブサイトですね。これは Google で新タイプ入試ガイドと検索すればすぐ出てきますので、関心のある方はこういうサイトをご覧いただいて、うちの子は例えば、 えー英会話が得意だとか、うちの子は実はプログラミングにすごく関心がある、プログラミングをやってきたとか、あるいは記述が得意なんだとか、いろんなあのお子さんのいいところ、強み、得意なものというのがあると思いますので、そういったところから、じゃあ、あのー、そういう力を生かして受けられる私立中はどういうところがあるのかなというのを、このサイトで探していただくと、 公立の中高一貫校との併願校として、えー、いい選び方ができるんじゃないかなというふうに思います。で、えー、少し長くなりましたけど、ここから先の動きとしてですね、ちょっと知っておいていただきたいことをお伝えしたいと思いますが、えー、今、お子さんたちが目指している適正検査、あるいは私立中が行う適正検査型入試は、 これまで私立中で行われてきた4科目とか2科目の強化型入試に対して非強化型入試という呼ばれ方をしています。でこれが2024年以降お子さんたちが受験をする大学入試につながってくる力それを試す入試と言われているんですね。で えー、そういうまあ市場が先ほどこう増えてきた、受験生も増えてきたというふうに言いましたが、これは世の中の変化、えー、入試の変化を先取りしたものです。そして、えー、この数年間でどういうことがあるか、今すでに茨城県では、えー、県立高校が順次、中学募集を開始して、大変な公立一貫校ブームが起きています。で東京都でも来来年年かから再来年にかけて 併設型の5校がですね、えー、高校募集を停止して、まあ、中学受験でしか受けられなくなるということで、えー、やはり注目をされています。茨城県では東京の日比谷高校とか、神奈川県の横浜翠嵐高校、湘南高校にあたるような県立のトップ高校である水戸一高とか土浦一高が中学募集を開始して、非常に注目をされています。 お茶の水女子大の適正検査というのは先ほど触れました。<laughs> この先ですね、2024年、本格的な大学入試改革が行われ、その翌年大阪万博があります。これ、小学校6年です今、中学校1年生が大学受験ですね。で、今の1年ちょっとずらしていただいて、今の小学校6年生が大学受験をして、 大学を卒業したり、あるいは大学院を卒業したりする、まあ、2030年前後ですね、2031年であったりこの2030年が今、多くの学校で教育に導入している国連グローバル・ゴールズ、持続可能な開発目標、SDGs と言われているところの達成目標年度なんですね。ですからここかららこ先はあの もうほぼすべての学校がこの課題に取り組んでいくことになると思いますし今回のコロナであの本当にそういう世界の課題に目を向ける小学生も増えてきていると思いますのでここを一つ意識していただきたいなと思います今回の本当にコロナ禍で学校に行けなかった3ヶ月間であの今年ほど小学生が、えー、世界のニュース を見てていいいた年はないと言われていますね、えー、WHO の事務局長の名前をほとんどの小学生が知っていたり、あるいは、えー、アメリカをはじめヨーロッパの国々のコロナ対策がどうして国ごとに違うのか、そういったことにも関心を向けた、えー、小学生が多かったんじゃないかなと思います。で今回のコロナによって 感染の問題もそうですし環境保護もそうですし世界平和のことも含めてですね多くの企業がやはり今後これまで以上にこの SDGs に対して前向きに取り組んでいくと思いますのでこれが中学入試でもやはり一つの焦点になってくると思います。最後に結論ですけれども今の中学受験者の保護者は公立医機関校が第一志望あるいは私立中学校が第一志望に限らずですね 2024年以降、今の6年生出したら、2026年度以降の大学入試がどうなっているか、そして、えー、大学を卒業した後の社会で求められる力がどういうものか、そういったことをぜひ意識していただきたいと思います。もともと入試の変化というのは、社会が変わる、求められる力が変わる、だったら大学入試もあの変える必要がある。 そうううしてて日本のののの教育全体を変えいいいこうというのが今回の改革の狙いですで左側の方、カタカナで書いてありますけど、これ平たく言うと、ディプロマ、カリキュラムマドミッション、出口、中身、入り口のポリシーということですねで。これが変わってくるんであれば、私立中高、あるいは公立中高、一貫校の授業も当然変わってきて、で だったら中学入試も新しい形がどんどん、えー、試されていいんじゃないか。そういう流れになっているということなんですね、えー。これも最後になりますけれども、中学受験生の数は公立中高一貫校が誕生する前にもですね、1万人規模でこう増えたり減ったりしています。えー、過去30数年間の最初の山場は1991年のバブルのピーク時、 5万人を超えましたでもその後バブルがはじけて、本当に1万人以上が減って、ただまた、ゆとり教育でちょっと心配だということで、どん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 受験生が増えて5万人を超えて、またリーマンショック、あるいは震災などの影響で受験生が減ってきて、ただ今は冒頭で述べたように、6年間続けて受験生が増えてきているところです。 でただ、今の5年生以下になるとまた少しこう減少が始まってくるんじゃないかなというふうに私たちは予想しています。ただ、その中で,です、ね、注目していただきたいのはこれまでは大学進学実績が、えー、私立の中高一貫校の方が公立学校よりいいとか、えー、そういうことが注目された時期がありその後範囲取り教育ということで学習の量が注目された時期があります。 中高6年間で習得する英語の単語量が公立中高と私立の中高一貫校ではかなり違うとかですね。で、それ、その2つのことももちろん大事なことだったんですけど、今は、じゃあどういう力を身につけるためにどういう学び方をするのか、それがあの各私立中高一貫校であったり、公立の中高一貫校の教育の、まあ、 おそらく注目点というか最大のポイントになってくると思いますのでうちの子に対してどういう教育学び方の教育をしてくれて卒業までにどういう力を身につけさせてくれるのかとそういう視点でぜひ学校選びをしていっていただくとあのいいんじゃないかなというふうに思います、えー、長くなりましたけれども私の話はこれで終わらせていただきますぜひ あの来年のまああの入試でですね、えー、お子さんたちあるいは保護者ご家族の皆様が見栄え良、ー、い受験結果を得られることをお祈りしています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。